く？こんにちは。花、ありがとうです。私、毎月来ているんですよ、ここに。それで、命日の次の月、覚えのない花があるから、きっと誰かが来てくれたんだろうなって。弟ですから。この時くらいですね、植物を手にする気になれるのは。そうです。多分国見くんは来てくれるはずって思ってましたから。空いてますね。すみません。国見くん、実は私、マージを買ったんです。国見くんはどう思います？本当に本物だと思いますか？そうですか。ちょっとびっくりしました。そうだったんですか。気をつけないといけないですね。気をつけるか。もしかしてそんな慎重な人なら最初からマージなんて手にしないかもしれないです。
もうやめる。確認だけど、お兄ちゃんもそれを望んでいたんでしょ？お兄ちゃんの言う人殺し、それから逃げ出さないってこと。少なくとも逃げる先は私じゃない。そう考えていいの？そう。やっぱりお兄ちゃんに特別な人ができたのは本当みたいだから。だからもうやめるの。続けているうち、私のこと女として愛してくれるようになるんだって思い込もうとしていた。私が言ってるんだから間違いないの。本当言うと分かっていたことだから。けれど、諦めきれなかっただけで、どうしても諦められなくて。私、本当にそういう人間だから。バカみたいに諦め悪くて、普通の兄弟であることを捨てても放棄できなかった。じゃあ、戻る。少し引きずりそうだけど、その間に心変わりを待つくらい私は未練がましいから。珍しいね。今日久しぶりに曇ったから。この夏はずっと天気お天気だったのに。天気お天気？うん、だからいいお天気だったってこと。でも私は曇ってる方がいいですね。ちょっとは涼しいですし。そうだね。
この学校。そのうち通うのかなって。ここ受験して受かったらだけど。うん、そうでもないと思うよ。割とすぐじゃないかな。転んでるみたいに見える。でも笑ってるよね。ドキドキしちゃった。どっかすりむかなかった？平気平気、テクあるし。教えてよ。まあ度胸ってやつ。それテクちゃう。疲れちゃってるね。風が気持ちいいね。草の汁かな。手が緑色になってる。どれ？ねえお兄ちゃん、一緒に滑ってくれないかな。それだったら怖くないと思う。
まだかな。もう一回やろうよ。川からの風が気持ちいいね。こっちでも泳げるのかな。無理でしょ。上流と違って汚れてると思うし、それに深いよ。